我々が作るものは感動。チームワークと確かな技術でお客様の事業を大きな成功へと導きます。社員全員で未来を創造し、チーム一丸で人の心を動かす。それが我々松永建設の使命です。いやー、やってまいりましたよ。この日が。ご無沙汰しておりまして。この日が。スタッフの話みんな拍手しますよ、なんか。ありがとうございます。いや、すごい。いやいや、どうもありがとうございます。今日は、高幸大輔のジョイトークなんですけど。久々に。久々に来たんですよね、本当にね。特番ですよね、ある面ね。ありがとうございます。ね、ね、V のご覧の通り、昨日、一昨日でしたよね。一昨日ですね。スーパー大会の第3戦、はい、スゴーランドで、はい、見事総合優勝、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう感無量でしたね、なんかね。ありがとうございます。なんかオープニング忘れそうなんで、先はオープニングやんなきゃいけないですね。いや、そんなね。とりあえず行きましょうか。はい、はい、高幸大輔のジョイトーク、イエーイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今 V 見てたんですけど、はい、あれは決勝だったんですか？そうですね、決勝ですね。決勝ね、あの決勝のやつをダイジェストで、うん、まあ、とりあえず急いでこううちの社員がショート版で1分のやつでまとめてくれたやつ、ね、すごいまとまってほしいわね。昨日の時点でも出来上がっちゃったんで。うわ、すごい。社員の方もね、迅速にね、なんかこう動いていただいて、はい、もう社長のファンがみんなね、社長のファンですよね、うん、社長代だから、もう社員がファンなんでね、うん、なんかそんな会社ってなかなかね、なかなかないですよ。本当に感謝感謝で支えられてばかりでございます。まあ、今回優勝もね、社長よく言われるチーム力って言いますけどね、はい、本当に現場でのチーム、現場でのメカニック、うん、そして会社へ戻ると会社のチームというね、それぞれみんなチームでね、それを応援されて優勝に導いてくださったかなと思うんですけどね。まあ、本当に今回の、うん、レースはスーパー耐久という耐久レースなんで、はい、もう本当に、うん、その速いドライバーがいただけじゃ勝てないですし、はい、やっぱ速いマシンを作る、ね、うん、ガレージがあって、うん、いいその状況に合わせたセッティングできるエンジニアがいて、はい、それで、ね、ピットストップも3回やるわけですから、うん、そこチームでいかにこう短い時間でまたコースに、ね、送り出すかっていうメカさんのチームワークとか、はい、いろいろあるわけですよね。うん、だからそういった部分でやっぱりいかにいいチームを作るかっていうのが一つのやっぱり戦略っていうか、はい、戦略というかですね、やっぱり勝利のポイントじゃないかなと思って、うん、まあ、ありがたいことにね、うん、ドライバーもそうですし、うん、ガレージの方も、うん、メカさんもみんないい方が集まってね、なんかね、いいといつも雰囲気よくいいですよね。そういったメンバーが集まってできてるんで、うん、本当に今回いい結果出たんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね。そうね、はい、まあ、レース振り返ると、はい、今回スタート、うん、もう金曜日からもう予選練習走行、木曜日金曜日はもう、うん、練習走行練習走行で、はい、土曜日に予選、日曜日に決勝なんですよね。はい、このスーパー耐久っていうのはね、うん、まあ、日本のトップコントカテゴリーでね、いろんなクラスに分かれてましてね、社長のクラスはメルセデスの一番クラスの中で一番上のクラスですよね。はい、GT3 車両っていう GT3 のね、はい、スーパー GT とかでも使ってる車両、はい、あのままですよね。はい、あのままですね、はいはい、だからトップスピードもね、ものすごいスピード出るし、はい、やっぱりね、こういう車コントロールするの難しいと思うんですけどね、うん、で、このスーパー耐久っていうのは年間何戦、9戦、7戦です。7戦あるのね、はい、7戦あってシリーズで最終的に1位を決めるっていうような、そうです ね中には24時間耐久とかも、ね、ありましたね、富士で、ね、はい、我々は出てないんですけど、うん、第2戦目が富士で24時間耐久やって、はい、で、今回、はい、有効ポイントってものは6戦出てればいいんですよっけ。そうです、6戦、ね、6戦のポイントでの話なんで、はい、ですから
セレクトできるってことですよね。うん、そうですね。はいはい、そうなんです。で、1戦目が鈴鹿でしたっけ。1戦目鈴鹿で、鈴鹿でね、はい、こちら2位だったんですね。2位で、はい、始まりスタートして、はい、で第2戦が24時間富士、はい、これちょっとポイントはでかいんですけどね、うん、24時間は、はいはい、あ、やっぱ大きいんですか、ポイントは、はい、ですから、そちらはルーキーレーシングってトヨタ秋夫社長がオーナーのチーム、はい、まあ、片岡達也さんも話してますけど、はい、監督兼で、はい、まあ、そこが優勝して、はい、いうことでございまして、うん、まあ、そういった意味ではあれなんですよね、今回に鈴鹿で2位になって今回優勝してるじゃないですか、うん、だからまだ2戦ですけど、ですよね、シリーズポイントでは結構いいポイントですよね。ポイントゲッターですよね、もうね、このままいい風にいけばですね、はい、まあ、いいシリーズでもいいところに行けるのかもしれないっていうチャンスは、ね、そうですね、そうですね、はい、まあ、去年から社長のレースずっとね、私も追っかけて 見させてもらってるんですけど、はい、うん、いや非常にね、この上の方でのちょっと運がなかったために、なんかね、うん、こうっていうミスしたっていう、ミスしてるのがごめんなさい、ポイント逃したっていうことがあるぐらいなんで、はいはい、うん、もう通常もう本当にもうトップクラスの争いしてるんでね、本当に気が抜けないレースですよね。そうですね、うん、まあ、ありがたいことに表彰台もね、去年も3回乗りましたし、はい、うん、まあ、うん、今年も2回乗ってるんで、うん、まあ、この勢いでです ね、 そうですね、常に表彰台に乗る形でできればいいなというふうに思ってるんですけど、うん、そうですね、ただウェイトハンデとかもついてきますから、まあ、確かにね、それによって ね、 ね、また変わってくるんでしょうけど、うん、やっぱり車って軽い方がいいですもんね。そうですね、うん、まあ、僕は体がウェイトハンデなんで、いや僕もそういうこと言えないですけど本当に社長以上に僕ウェイトハンデ持ってますからねだからその辺はあるんですけど、うん、まあ、その辺はいかにですね。そうですね、まあ、パワーある車なんで、うん、そこまでウェイトハンデ何馬力くらいその車は、うん、何百馬力、6000cc なんですよね、あれ。6000cc メルセデス。6000cc で650馬力ぐらいあるんじゃないですか。うわ、多分。すごい。まあ、それから多少ディチューンしてるんじゃけど、性能調整で。はいはいはい、クルデンスにはある程度こうコンディションを整えなきゃいけないんですよね。そうなんですよね。車によっての車種に差に、うん、バランスが悪くなったってことですね。そうなんです。であんまりパワーあって、うん、あんまり速い車っていうのは逆に今度出力を落とされてしまって、うん、そこそこにね、やっぱり今度はあんまり最高速が出ないかってとかね、いろんな制約あると思うんですけどね。まあ、そういった部分ではその、うん、例えば GTR とか、はい、レクサスの RCF とか車種あるんですけど、うん、はい、ベンツの AMG GT3 って僕が乗ってるやつは、うん、あれなんですよ、コーナリングスピードが速いんですよ。コーナリングマシンなんですよね。そう、はい、ダウンフォース効いてるってことですか。そうなんです、ダウンフォースバッチリ効いて速いなんですけど、それに比べて GTR とか、うん、国産の RCF とかレクサスのやつは、うん、コーナリングスピードがそこまで速くないっていうことでですね、うん、で性能調整で我々は、うん、要はパワーを落とされてるんですよ、他の車よりも、うん、それなんで例えばすぐ直線そんな長くないですけど、うん、何百メートルしかないんですけど、うん、まあ、そこで例えば最高速測ってみても、うん、例えば GTR だとかレクサスは239キロ出てるんですよね、うん、あ、それ短いところで、短いところで、はあ、ですけど我々は233キロぐらいしか出ないんですよ、うん、トップスピードがどんなに、ね、頑張っても、うんうんうん、だからそういった部分での性能調整されてるんですけど、うん、その分コーナリングのスピードで稼ぐっていうのが我々の手法なんで、結構ある面難しいですよね。そうですね、やっぱりある程度技術逆に求められますよね、うんうんうん、直線番長じゃないってことですね。直線、そうなんです、踏めばいいって話じゃないんで、うん、そうですよね、だからその辺あるんですけど、うん、まあ、ありがたいことに、バッチリのセッティングで走れるように、うん、エンジニアの方がやっていただいてるんで、うん、まあ、怖くなくバーンと走れますね。いやでもすごい。で社長、今回第3戦目2戦が富士、それが富士をカットしましたよね。で24時間だから、うん、同じ24時間出てるワンサがいるチームっていうのはそこで第3戦目のテストもできちゃうんですよ。タイヤ変わったんですよね。そうなんです。1戦目終わった段階で、うん、韓国のハンコクっていう会メーカーがだったんですね。全部全てがね。そうなんです。だったんですけど、それが火事になっちゃって、工場が、うん、あら、そうなんですよ。そうなんですか。で冷静のタイヤ全部置いちゃったんですよ。あららら。それで供給できなくなっちゃって、はい、それで急遽、うん、ブリヂストンに第2戦から変わったんですね。あ、急遽だったんですね。急遽だった。本当は来年からだったんですよ。ですよね。シリーズはだって行っちゃいますもんね。そうなんです、うん、だから急遽ブリヂストンも、うん、うわって、さすが世界のブリヂストンだなと思いますけど、うん、間に合ったんですよね。間に合ったんですよね。素晴らしいですね。そうなんですよ。それでやってたんで、うん、第2戦の富士出てる方々は、うん、まあ、24時間走ってますし、うん、だからタイヤの特性もある程度掴んでらっしゃって、うん、っていうところでは我々ちょっと遅れを取ってたんですよね。いやー、でそれは結構の遅れですよね。そうですね。だって24時間練習してるの同じですもんね。まあ、そうですよね。で社長は初めてその練習しないで
当日にぶつけ本番のブリヂストンのタイヤ使ったわけですよね、皆さん。そうですね、1回だけちょっとチェックはしましたけど、まあまあまあ、そうですけどね、まあしましたけど、うん、もうほとんどぶつけ本番と同じような形で初めて、うん、最初はもう分からなくて、うん、本当にどうしようかなと思って悩みましたけど、うん、まあ走り込んでてまたあの仲間に、うん、いろいろアドバイスいただいて、うん、上皇勝ちで、ね、なんとなくこう掴んできて予算を迎えられたっていう感じなんですけどね。そうですか、はい、いやそれはね本当にタイヤってやっぱり車の命、どんな馬力高い車だって、うん、タイヤの接地面ってほんの何十センチ、はがきに1枚ですからね、ですよね、そうですね、あそこは命ですもんね。そうですね、そのどうやってコントロールしていくかっていうのはね、うん、勝負だと思うんですけど。そうですね、うん、いや、はい、本当に素晴らしい優勝で、とんでもございません、なんか鳥肌立ちましたね今回もね。それから写真用意したんですね。写真行きましょう、写真ちょっと、ありがとうございます。なんでね、これ新聞じゃないですか、はい、これ東京中日新聞って東中ってやつですよね、東中ね、でそれが大きく取り上げてくれたんですね、モータースポーツ、で、F1 よりも大きく取り上げてくれたっていうですね、うん、実はこの紙面の一番脇に4分の1ぐらい小さく、はい、F1 の記事が載ってて、イギリスグランプリのやつ載ってて、割られながらドカンとなったっていう、これドカンと一面じゃないですか、ね、上から下まで、そうですね、大きく載せていただいたっていう、すごいですね、なんかこの喜びの笑顔、我々バカ騒ぎしてたんで、うん、よしかったって、うん、まあ、それがやっぱり面白かったんじゃないですか、ですよね。まあそこまで大騒ぎしてるチームもなかなかないんで、いやーチームみんなでわー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 大騒ぎしてたんで、これは面白いと思って乗ったのかもしれないですね。いやー最高の一枚ですね、これね、本当におめでとうね、はい、嬉しいですね、はい、STX ってクラスなんですね、そうそうです、最高のスーパータイプではね、はい、そうですね、はい、そうですか、じゃあ次ちょっとお願いします。はい、これがいつも何度もご覧いただいてますけど、これマシンですよね、うん、はい、後ろが来てるのはあれは何、アストンマーチンですね、アストンマーチン、はい、これ同じクラスなんですか、これは一つ下のクラスという、あ1クラスというクラスで、うん、これも速い車なんですけど、うん、まあ、性能調整でやってるんであれなんですけど、うん、ただこれはい、うん、最高速っていうか直線走ってると我々と変わらないぐらいの速さ持ってるんですよ、このアストンマーチン、クラス下で、なんですけど重くて、うん、コーナリングスピードが遅いんで、うん、クラス分けでは下になってるような感じなんですね。トータル的にタイムが若干落ちるってことですね。まあ、GT3 チャレンジでもアストンマーチンっていうのはあるんですけど、うん、今年はちょっと出てこないんですけどね、うんうんうん、下のクラスで出てる。昔安岡行ってたと思ってましたよね、なんかね、アストンマーチン乗ってましたね、それは、ね、はい、乗ってましたね、うんうんうん、それと同じのが D ステーションでこう出てるんですけど、今年は世界選手権の方行ってるんで、ルマン24時間とか、ルマンの方ね、今回はスーパータイキングは出ないっていう話なんですね。あ、そうですか、はい、そうなんです、お願いします。はい、あれこれ雨？はい、これ予選当日の午前中が雨だったんですよ、うん、うわ厳しい、ね、で初めてレインタイヤもブリヂストンのレインタイヤも今回初めて入ってたんで、初めて入ってで、どうかなと思ってたらすっごく良かったですね、良かった、はい、履いてみたらさすがブリヂストンだなと思いました。全く噂がないタイヤでしたね。そうですか、はい、ですから、うん、予選の日は午前中が雨でこういうふうに走ったってことですね。はい、これはその後晴れてドライになってます、コンディションはね、もうね、でこれは最終コーナーに向かっていくんですけど、うん、ここにブーッと走るじゃないですか、はい、この先最終コーナーで4速で入っていくんですよ、4速でボーンと入っていくんですけど、うん、まあ、4速って言ったら100何キロですか、160とか70ぐらいでコーナーに入っていくんですよね、うん、で入っていって、うん、そのままこのすごい角度で上がっていくんですよ、登っていく感じ、すごいこう、うん、こういってこう上がっていく感じなんですけど、うん、4速展開ちょっとですね、ちょっと抜くぐらいだけど、そうですね、進入で抜くんですけど、うん、まあ、途中からはこう全開で入っていってずっと上がっていくんですけどね、うんうん、見えないですよ先がね、そうですね、もう先空に飛んでいくように走っていくんですけど、うん、だから先で事故あるときはそのポストインの木端命ですよね、そうですね、そうですね、あれ見落とし方は偉い事故になっちゃうよね、はいはい、そうですね、うん、そういうあれですよね、はい、そうですか、まあ、そんな最終コーナーのところで、これはスタートの時ですね、うん、最初我々予選4位だったんですけど、そうだで予選4位でやっぱ元島君でこうタイヤが冷えてるところでの、うん、さばきってものすごくうまくてですね、わそうなんだ、で1周目で4位からスーッとここからポポッと入っていって、1位で戻ってきたんですよね、1位で、はい、そうなんですよ、オープニングアップ、オープニングアップですごい、はい、すごい、さすがなんですね、だからコンディション悪ければ悪いほど彼は本領発揮するんですよ、はあ、そうなんです、そういうことね、そうなんですよ、だからみんなが冷えてて慎重に耐久なんで特に慎重に行くんですけど、うん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 、そこでスッと前に出て、うん、それでまだ後ろバトルしてるじゃないですか、うん、その中でトップ出ちゃってるんで、うん、スッと先行逃げ切りできて、うん、で最大で2分ぐらい差つけたんじゃないですか、ね、そうなんです、
すごいドライバーなんですね。そうですね、早いですね。もう彼ともずっと長くやってるんですけど。ですよね。はい、うん、そうなんですよ。まあなんか社長言ってなんか飲み行ったけど、普段めちゃくちゃ温厚なね、うん、いい青年ですよね。そうですね、本当、ね、真面目でストイックで。真面目なね、うん、そうなんですよ、うん、はい、まあ、そうですか。乗ると違うというところですね。はい、そうですか。素晴らしいです、ね、あ、これチェッカー、ごめんなさい、これチェッカーのシーンですね。これ最後の時ですね、はい、最後の時に1位で入ったんですよね、結構。そうですよ、トップチェッカーですね。そうです、そうです、いきなりチェッカーのところですいません。すごいですね、はい、嬉しいですね、はい。あ、これはあの、うん、ピットウォークってあの、はいはい、レース始まる前の、ええ、あのファンサービスの時間なんですけど、これ中山由紀さんってあの右側にいますよね、はい、の、ええ、に一緒に立ってる黒い男性いるんですけど、これ、はい、あのスーパーフォーミュラーとか乗ってる松下さんっていうやっぱりレーシングドライバーなんですよ。あ、でそれがホンダ系のドライバーで、ええ、遊びにピットに遊びに来てくれて一緒に立とうよって話で立ってたんですけどね。あ、そうですか、はい、彼もヨーロッパで F1 目指してずっとヨーロッパで戦ってきた人なんで、ものすごくストイックなレーサーでですね。なんかストイック集団ですね、これ皆さんね、なんかね。うん、このメンバーでやってたっていうですね。で、レースはあの清原さんが。そうですそうです。もう彼の人も長いですよね。なんか彼の女もなんかこうね、腰の低くてすごく気が利きますよね。そうですね、優しい子ですよね。優しいですよね。関西系ですもんね。そうなんですよ。うちはあのレースのマネージャーももう一人関西、チャキチャキの関西の女性がいるんですけど、はい、ですから関西系のノリも持ってるチームなんですね。いやー、なんかね、行くと楽しいですよ、なんかね、本当に、はい、あの社長のこのチームって TKRI、はい、TKRI ですよね、はい、なんかこう行くとね、その敷居がその一生懸命やってるんですけどそのなんて変な敷居が高くないのね。ああ、なるほどですね、うん、はい、あの僕なんか行っても本当にね、こう良くしてもらってね、うん、なんかね、入りづらい殺伐した風にありますよね。なんかね、なんとなくこう威圧感があったりとか、排他的なところってあるんだけど、それないですね。全くないですね、ウェルカムでね。本当ですよね、うん、はい、だからやっぱりそうですね、皆さん自信持ってるんでしょうね、そんなおっしゃってもね。そうですね、うん、余裕が皆さんあるタイプなのかもしれないですね。そうですね、はい、まあ、本当に楽しいチームです、はい、ありがとうございます、はい、うん、でこれは、うん、まあ、予選やってる時かもしれませんけど、インリフトですね、これ。そうですね、この試験になってるんですけど、うん、これももう本当にギリギリを攻めてるところで、まあ、このぐらい攻めないとやっぱりこの後のアクセルオンができないってことでですね。すっごい強いってことね。そうですね、思いっきり行くぐらいにバーンと内側に入って、ね、左のフロント浮いてますもんね。そうですね、まあ、このぐらいまで行かなきゃっていう話になってるんですよね。そういうことね、うん、まあ、このぐらい行っても大丈夫な車だってことなんですけど、マシン自体がね。はい、そうなんですよ、ね、だって元々これ市販車として作ってなくて、レースカーとしてベンツがね、そうなんです、作ってますもんね。そうなんです、レーシング専用で作ってるんですからね、専用ですからね、元々ね。そうなんですよね、うん、だからやっぱりもう出来栄えが違うんでしょうね、やっぱりね。そうですね、本当よくできてる車だと思います。ああ、そうですか。もう開発してからもう 7,8 年経ってるんですよ、この車って。じゃあもう結構熟成されてるんですよね。なんですけどまだ、うん、後から出てきてる新車いっぱいあるんですけど、うん、まだやっぱり最前線立ってるんですよね。やっぱりそれってベンツのやっぱり開発力ってすごいなと思いますよね。いや、やっぱりその辺ってなんかこうね、うん、全身全霊の作った車なんじゃないですかね。そうですね、うん、だから懐の深い本当にいい車なんだなと思います、うん、改めて乗ってても。あ、本当ですか、乗ってて、はい、感じるんですね。感じますね。うん、はい、これ一昨年までが GT で使ってたんでね。一昨年、そうですね、一昨年、はい、初音ミキグッドスマイルレーシングの車を譲り受けて、ね、うん、そうですね、カラーリング、初音ミキのカラーリングだったんですね。そうなんですよ、それをそのまま、うん、片岡さんが乗ってたやつですね、うんうんうん、それを譲っていただいてやってるって。で、これは社長のところ のカラーリングに変えたんですね。そうです、そうです、はい、そうなんです。これ結構目立つというか、なんか、うん、なんか一見地面のようで結構派手ですよね。そうですね、黄色ってなかなかそうないんですよね。だからそういった意味では黄色と青と、うちの会社のコーポレートカラーを入れて、はいはい、あ、そうか、そうか、写真のところね、はい、で片岡さんは黄色が、ね、はい、やつなんで、その2つを入れて、うん、コラボレーションしてるところにね、はい、プロのデザイナーに作ってもらったんですけどね。あ、そうですか。そうなんですよ、そういう車なんですよね、はい、いい車ですね。ね、お願いします。はい、あ、これ優勝、またすごい、すごい笑顔ですよ、これ。さっきの新聞と同じあれですけどね。うん、やっぱりみんながやっぱりね、うん、プロといえどもやっぱり勝利っていう部分に関してはみんな貪欲にいってるんで、うん、ですよね。ですからそれでずっとね、去年も勝てませんでしたし、うん、あれだったんで、やっと念願のところでって分で、みんなでやっぱりね、満を持してって感じでね、はい、大歓喜ってやつでしたね。いやまあでもね、レースってまあ簡単にこうってね、みんなわーってなってように見えるけど、本当にその、うん、なんていうの、バックヤードっていうのはものすごいですよね、うん、そうですね、表舞台華やかなんで、うん、
でもうイケイケどんどんでわーってやってるかなと思いきや、うん、結構裏での緻密な計算のもとに、ね、はい、やってるんですよね、うん、そうですよね、そうなんです。いや燃料だってやっぱりね、うん、1リッターの大切さっていうのはめちゃくちゃ、いや本当ですね、1リッターがなくなるかあるかで勝つか勝たないか、いやビリが優勝かってとこも言っちゃいますもんね、1リッターでね。いや本当そうなんですよね。だから、うん、燃費とかもしっかり測りながら、うん、どのタイミングで入れるか、うん、あのどのぐらい入れるかとか、あそれによってもタイムに大きく重さが出て、タイムにね、そうなんです、重さがね、入れない入れってもんじゃないしね、そうなんです、そうなんです、だから、うん、その辺でのやっぱりシビアさってすごく持ってますよね。そうですよね。いや、はい、でドライバーチェンジなんか何回やるんですかこれは。これ3回2回ですか。2回で3人ドライバーさんにってことで、そうですね、3時間耐久なんで、耐久は3時間ってことで、そうですね、ドラチェンは2回っていうことで、うん、2回でそのうちの燃料補給が、はい、の2回やります。2回、タイヤも2回変えます。タイヤ2回交換して、はい、そうですね、じゃあとりあえずピットっていうの2回入るってことなんですか。そうです。あ、そう、まあ、それルールで決まってるんですよね。なんか1回で終わっちゃったらなんかペナルティになったとかそういうのあるんですよね、きっとね。必ずドラチェンはしなきゃいけないって決まってるんで、うんうん、そうですよね、ピットに2回入ること、ドライバーチェンジを2回することっていうのは決まりなんですよね、うんうん、そうですよね。そうなんです。なんか GT でちょっとこの間ねトラブルあったみたいな、それがね。あ、本当ですか。うん、結局ほら、ルーチンのピット数が決まってるじゃないですか、うん、それに対していろんな作戦があると思うんで、どこでピットチェンジしようか、ドライバーチェンジしようかっていう時に赤旗あるじゃんとか、この間坂東さんがあった時です ね、はい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 、で入るつもりが入らなかったから、うん、そのまま優勝になっちゃったんですけど、はいはいはい、でもみんな他のチーム入っててそのチームだけ入ってなかったんで、うん、それ不公平だろって話で逆転だったんですね、うん、なってるんですね、はい、抗議が入ったんですね。あれもちょっとなかなかね、決め事なんであれかもしれないですね。まあレースって本当にね、ただ走ってるだけじゃなくて、うん、いろんなことをね注意しないと、そうですよね、やっぱり勝てないんですよね。で、うん、社長も走ってるそうかもしれないけど、走ってるポストにいろんな監視員がいてね、うん、そこでいろんな旗が出されるんですよね。そうですね。それを無視してしまうと優勝だったのは優勝じゃなくなっちゃったりとか。そうなんですよね、うん、やっぱりこのレースっていうのはスポーツですからね、うんうん、やっぱルールの下でやってるわけですから ね、うん、そうですね、ギリギリを攻めてみんなやってるんで、ギリギリですもんね、これね。そうなんですよね。ちょっと間違えるとペナルティになっちゃったりすることもあるんで、うんうん、そうですね、難しいですよね。難しい、うん、まあ、3時間耐久だと思うからね。そうなんです、そうなんです。で一番長いのは24時間、同じシリーズの中でね。24時間と5時間と3時間なんですよ。あ、そう、3、5、24なんですね、はい、そうなんです、そうなんです。で24は1回、1回、3時間は3時間は2回、2回で残りが5時間ですね。あ、そうですか。小さなサーキットでは3時間でやるんですよ。うん、でクラスも混走させずに、はい、まあ、混走なんですけど、うん、要は例えばフィットとか、うん、ロードスターとか、うん、あと86のクラスは、うんうん、あとフェアレディ Z までですかね、うん、は別のこう、要はグループ1グループ2って分けて、うん、午前中はその排気量の小さい車がやる、うん、で午後はこの排気量の大きい車がやるっていうんですよ、うん、2レースに分けてるんですよ、3時間耐久は。そういうことね、そういうことね。コース、さっきとか小さいんでちょっと危険なんで、うんうん、それそうです、スピードとか大事ですよね。だから茂木とか鈴鹿とか、うん、オートポリスとかっていうのは、うん、まあ比較的コースが大きいんで、うん、それこそ全部走るんですよね。まあ、これが速度差があるんでまたこれも難しいんですけど、そうなんです、そうなんです。そうですよね、確かにメルセデスの、ね、トップスピードは300キロ出るのと、やっぱり180キロぐらいですかね、やっぱり180車で高速走っててぶっ飛ばれちゃうんですけどね。そうなんですよね、まあ、練習行っちゃうと110って結構 ね、まあ、そうですよね、入っただけでポンって叩けるようなね、イメージですよ、イメージがね、そんな感じのところに片や300キロでバーンっていくわけですから、抜く技術と抜かれる技術ってなんですよね。そうなんですよ、その難しさがあるんで。いや、はい、本当に社長痩せちゃったんじゃないですか、もうそんなに。全然痩せないんですよ、これはね。そうですか、困ったことにですね、うん、やっぱり体重 10キロ、本当は20キロ落とさなきゃいけないんでしょうけど、ね、20キロ減いや、全然落ちる気配もなく、落とすっていうよりも、でもさすがにこの車のやってると、うん、去年までは気持ちのテンションで走ってたんですけど、うん、さすがにちょっと体力的にですね、うん、きついものがあって、まあ、やっぱ最近はトレーニングもしてるんですよ。あ、やってるんですか。はい、なんですけど、うん、まあ、体重を落とすというよりは、うん、まあ、基礎体力つけないとやっぱ持たないなと思ってて、うん、まあ、ランニングとかバイクとか、うん、そういうのやったりしてるんですけどね。あ、そうですか。でも逆に体重を落とすんだったら筋肉をね、うん、使わなきゃ一番簡単に落ちるんだけど今度乗れなくなっちゃうんですよね、車にね。そうですね、うん、だからその辺でのバランスっていうのはやっぱ必要なんで、まずは、うん、基礎体力かなと思って、また、うん、これからもレース続くんでちょっと曖昧まで、まあ、週末とか、うん、夜中とかしかできないんですけど、うんうんうん、まあ、できる限りちょっと、うん、そのトレーニングしてですね、うん、ちょっと基礎体力つけていかないといけないなと今年最近は痛感しております。社長は本当にストイックにやりますから、いろいろとなるとね、だって社長職やってて
しかもですよ、埼玉県の商工会の連合会、商工会議所の副会頭ですからね。これだけだって、こう見えても激務中の激務ですよ。とんでもないです。いや、まあだから平日なかなかできないんですよ。ですよね。うん、だからもう週末に限ってやるしかないかなと思って、まあ、やれるときに合間見てパッとやろうと思ったりしてるんですけどね。でも本当にね、はい、一応努力がねこうやって実ってとんでもないです。本当皆さんのおかげです。結果ですよね。本当感謝しかないんですけどね、うん、皆さんに本当お世話になって。あ、これそうだそうだ、これもね、うん、喜んでるところですよね。すごいなこれも。はい、次行きましょうか。はい、お願いします。はい、はい、これは TK より片岡さんとね、うん、一緒に TK 片岡哲也君、はい、一緒に写真、みんな笑顔で、うん、ね、片岡さんが監督なんですね。あのルーキーというチームの監督ですね。ルーキー監督、そうなんですよ。いつも我々隣にいるんですけど、うん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 、まあ一緒のもんですよね。まあ、そうですよね、うん、だから隣にいながら意見交換しながらやってるんですけど、ね、そう、まあ、ライバルですからね、同じクラス。ああ、そこそこ、それでもじゃね、うん、同じマシンでね。そうなんです、そうなんです、ライバルになっちゃうんですよね。5時間耐久になると彼も乗るんですよね。だから本当にガチライバルになっちゃうんですけど、そういうことね、はい、まあでも気心知れてるね。まあそうですよ ね、 そのね、はい、切磋琢磨しながら、そうです、ね、お互いがっていう感じで ね、 ね、うん、はい、お願いします。これ表彰式だ、表彰式だ、表彰台ですよね。真ん中ですよ、一番真ん中ね。やっぱり真ん中ってのはやっぱり特別ですよね。特別ですよ ね、 ね、なんか表情も真ん中の人って違いますよ。まあ皆さんそれぞれ嬉しいんでしょうけど、ね、まあ、次目指すとこある行くぞっていうようなそうです、ね、とこなんでしょうね。3位の人は2位、ね、2位の人は1位って、その、まあ、みんな1位になってるんでしょうけどね、はい、本当にねレースでね1位になって本当に難しい。本当です ね、 ね、 難しいですね。これはね、あの速いだけじゃないし、うん、あのいろんなことが重なっていかないとやっぱりなんか優勝ってね。そうですね、うん、だってそのトップクラスってみんなもうレベル的にすごいハイレベルじゃないですか。そうですよ ね、 ね、そこはね、みんなねしのぎ削ってやってるわけですからね。そこをピュッと抜けてるんですからね。いや素晴らしい。次お願いします。お、まあこれもそうですね、社長がまたトロフィー持ってポーズ取ってたんです。うーん、まあ、結構このトロフィー重いんで。あ、重いぞこれ。頭に乗っけてます。あ、持ってると手そうです。そうなんですよ。あ、そうですか、はい、そんなやつですね、はい、はい、次がこれなんですか。ここ、あ、ごめんなさい、これあの、うん、優勝したらですね、うん、あのメルセデス・ベンツの日本から、はい、うん、あのお花いただきまして。誇張なんこれ。そうそうそう、すげえ送ってくれたんですよね。ありがとうございます。本当に日本のメルセデスから、はい、の、そうなんですよ。はで、あの、まあ、結構あのメルセデス・ベンツの、うん、あの冊子があるんですけど、うん、そのレースのページがあって、うん、そこにいつも載せていただいてるんですよ。あ、なんですけど、まあ、今回、まあ、優勝した、まあ、総合優勝したってこともあって、うん、本当にありがたいことでメルセデス・ベンツジャパンさんから、うん、あの世論いただいたというありがたい。すごいことですよ、これも。いや、そうですか。まあ、ね、ベンさんとしてもね、メルセデスとしてもやっぱりね、うん、自分の車日本でトップ、ね、ね、カテゴリーでね、トップだったってことはやっぱり、はい、そうですよね、まあ、宣伝効果っていうかね、マーケティングって部分でもってことなんでしょうけど、うんうん、すいません、だって世界に発信しますきっとね、うん、まあ、そうですよね、日本で、日本のレースですからね、アジアへの、ね、意味合いは大きくなりますよね。大きいですよね、これね、うん、そうですか、はい、ありがとうございます。まあ、これは新聞、ね、うん、これ新聞ですね、ですね、はい、大輔中山元島が歓喜のおたけび。すごいな、ね、まあ、バカ騒ぎしてましたね。うーん、まあ、やっとね、やっぱりスーパー GT で出てるドライバーでも、うんうん、やっぱり優勝難しいじゃないですか。あのプロドライバーとして活躍しても優勝できる人ってやっぱりそうチャンスないんですよね。チャンスないでしょうね、何回もね。そうなんです、そうなんです、うん、だからそういった部分でやっぱりね、プロドライバーとしてもこうガチガチでやってるんで、うん、まあ、そこでの優勝に関してはやっぱりプロも嬉しいんですよね。いや本当ですよね、だってドライバーやってたってやっぱりね、そのまま優勝できないままっていうのも結構ね、いますからね。そう、普通にありますからね。そうですね、そうなんです、うん、でも決してそのドライバー遅いわけじゃないですからね。そうなんですよ、うん、だから速さだけじゃ勝てないっていうところの難しさですよね、うんうん、耐久です、本当に難しいですよね。本当ですね、はい、まあ、それだけにやっぱりそのなんて見てる方も面白いし、まあ、それが逆に内容知れば知るほど面白いですよね。面白いですね。でまして耐久という難しさがありますからね。そうなんです、そうなんです。でご視聴の皆さんもね、うん、レース関係の見てる方もいらっしゃるし、全くのねレース関係ない人も見てるんですけど、レース関係ない方もね、一回そのレース見に来てくださると、ぜひ遊びに来ていただけると、うん、よくわかると思います、ね、はい、もう本当にねやっぱり臨場感もあるし、はい、やっぱり言ってることはわかると思うので、ね、はいはい、応援に来ていただくとレースファンになっていただくんじゃないかと思うよね、はい、であと若い子たちもね、
やっぱり今車離れなんて言ってますけどね、やっぱりこうね、モータースポーツを安全にこう楽しく楽しむっていうこともね、やっぱりこの一般道の安全にもつながってくると思うんで、ね、いや本当ですよね、スキルアップしてね、運転技術もね、本当そうなんですよ、だからアクティブセーフティーって言いますけど、はい、ただ車をね、こう安全な車を作るだけじゃなくて、やっぱ運転技術とか、そこもやっぱり安全に間違いなくつながる話じゃないですか。そういうことですね。危険予知するとか、だからそういった部分でも意味のある話ですし、また最近こうやってレースも、ディーラーのメカニックをレースに送り込んで、日産とかもやってます、トヨタもやってますけど、でメカニックの養成とかしてるんですよ。だからそれ技術のもちろん研鑽って部分もありますけど、やっぱ組織の中で、ね、チームで目標に向かって一つになるっていう部分の、そのチームマネジメントって部分でも本当にいいトレーニングの場所じゃないかなと思います。いや最高でしょうね、で誰一人ミスしたって、じゃあタイヤ4つあってその1本がネジが はまんなかったって、いやいやそれだけで終わりですからね、それで終わりですからね、そうなんですよ、十何秒でタイヤ交換しなきゃいけないっていう中で、そうですよね、そうですそうやってみんなで一つに向かって、緊張感を持ってやるっていうのは、やっぱり非常にこうスキルもアップするでしょうし、メンタルも強くなるし、でやっぱそのチームでみんなでそこに向かってやるっていう、その組織力とか統率力とか、そういった部分もすごくいいトレーニングっていうのはレースの場だってあると思うんですよね。ですよね。だからこぞってみんなメーカーチームはその日産メカニカルメカニックチャレンジとかディーラーのやったりとか、神戸トヨペットがそのディーラーのメーカーさんがみんなで集まってやったりとかって、みんなそうやってやってるんです結構。でうちのチームも埼玉自動車大学校っていう埼玉の、整備工場の学校、整備の学校のモータースポーツ科ってあるんですけど、そこから先生と、あと生徒2人が毎回来て、でメカさんとして活躍してくれてるんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。あのね、先生で黒木先生たちさん、なんかいたな、黒沢先生かなんか、もうちょっと知らない先生いて。あ、本当ですか。はい、よくライセンスを取りたいって言うんで。ああ、なるほど。ライセンスをね、講師で行ったことあるんですけど。あ、本当ですか。あ、つい1ヶ月前ですよ。日本自動車大学ナッツ。おお、ナッツ。で、B 級ライセンスを取りたいっていうね、授業があって、はい、授業講師でね、行かせてもらいましたけどね。まあ、ナッツとかも入ってますしね、ロードスターで今参戦してますよね、ナッツは。なんですけど、我々は埼玉自動車大学校でが、こう、まあ、いわゆる極上のインターンシップですよね。もう究極のインターンシップですよね。そう思います。そうですか。それをやってて、いい、これ面白いと思って、モータースポーツの世界にね、そういう若手が入ってくれることを何より願ってますしね。そうなんですよ。そうですね。まあでもそのチームって何でもチームって影響しますよね。本当ですよね。社長の建設会社もやっぱりある程度このビルを建てるんで、そのワンチームでね、設計がいて、いろんな、ね、みんなでやらないといけないので、ね、いろんな手を挙げしながらそのできるっていう、ね、それは一緒ですね、レースでも。そうですよね。そうですね。だからそういった部分では、まあ、いずれこのチームがやってるうちにうちの社員とかも手伝わせようかなと思ってますけどね。最高じゃないそれでちょっとそんな経験もさせてみるのも一つかなと思ったりもしますけどね。はい、ちょっとね、非常に大きい、なかなか世の中いろんな建設があってもなかなかこういうね、社長みたいな建設会社はなかなかないと思うし、やっぱりそのチームで活躍できるところっていうのは信用度がやっぱりね出てくると思うんですよ。そうですね、本当ですよね。できたものに対してやっぱり誰に聞いても同じようなね、こうベクトルが向いてるんで、やっぱり現場行ってもやっぱりある程度こうなんていうんだろうな、現場力があるっていうかね。そうですね、そうですね、だからそういったその鍛錬の場にできればなっていうのも、まあレースやってるうちにはそういう経験も ねいつも仕事だとマンネリ化するじゃないですか、同じことばっかりやってるし、いつも同じメンバーでやってるんで、ただこういった違う環境下で、目標に向けてみんなでやるってことを、それもそのね、緊張感も違う緊張感とか、また違うメンバーでやるってこともいい経験だと思うんで、そういった場にも使っていきたいなというふうに思ってるんですけどね。あ、楽しみですね、ぜひね、ご視聴の皆さんも一回、今度社長のレースはオートポリスですよね、次7月末オートポリス、もう今月末すぐ、そうです、そうです、九州ですよね、はい、福岡、九州の方に行ってまいります、大分でしたっけ、大分ですね、大分県ね、オートポリスね、そうなんですよ、九州って言えば僕昨日熊本から帰ってたんですよ、そうですよ、被害ですかあれ、いや結局ね、被害できなかったの、熊本大雨で、大雨、いや実はじゃなくてね、ホースファクトリーさんっていう、僕もね、何年もお付き合いされてるね、ヨミニクドの会社なんですけど、その森川金也さんの社長がね、アジアンクロスラリー2023っていうのに出るんですよ。でそれが10年ぐらい前に出てたんだけど、ずっとねお休みしてて、やっとね10年ぶりに出ることになって、まあいろんなねスポンサーの方だとか、いろんな会社の方が集まって、走行会やったんですよ。走行会って走るじゃなくて、応援の会をね、はい、
それは夜のね6時がスタートだったんで、うん、もう終わると最終目間に合わないんで、あ、一泊されたんですね。なるほど、その夜ですよ、土砂降りですよ、九州やばかった。やばいですね、うん、で阿蘇山がね、阿蘇山、うちは息子の手だったんですけど、阿蘇山見せてやろうかって言ったら、阿蘇山、うん、結局阿蘇山に乗ってんのに阿蘇山見えないの。あ、土砂降り、最近九州は激しいですよね、うん、ね、線状降水帯、はい、で阿蘇からそのオートポリス行くと、うん、オートポリスっていうのは日田市ってとこなんですけど、うん、日田ね、よくあの新聞なりの気象情報でいつも出るじゃないですか、うん、洪水だ台風だっていつも日があるとこって、うん、あそこなんですよね、うんうん、だからすごくこう熊本からの辺っていうのはもう本当に、うん、あの天才っていうかそれすごいとこですよね。なんかね、そうなんですよ、なんかね1ヶ月前の大雨で結構橋が流されちゃったらしいんですよ、うん、で結構迂回の道があってとかね、すごい景色がありましたよ、光景があって。あ、なるほどね、うん、僕もだって初めてオートポリス行った時って、うん、熊本であの大震災あったじゃないですか前、うんうんうん、その直後だったんですよ。うん、それでもうレース中止かなって言ってたんですけど、やっぱり地元にお金を落とすっていうか、うん、地元活性化のためにレースやってくれっていう地元からの要請もあって、あ、それで行ったんですけど、うん、やっぱりあの国道 の、うん、あの大きな橋がやっぱり落ちてて、うん、で山道を越えてこう迂回していく道になってたんですよね。でそういうのとか、うん、もう被災した後とかいっぱいある中で、うん、サーキットも結構地盤沈下したりしてて、うん、それを修復したりしてない場所もあったりとか、うん、その中で行きましたけど、本当にそういった部分じゃね、災害の熊本城だって崩れたじゃないですか。あれね、熊本城結構ね、あ、もう結構治ってましたよ、なんかもう治りましたよね。あれすごい技術ですよね。そうですよね、5年ぐらいかけてやったんじゃないかなと思いますけど、ありましたね、うん、綺麗なお城はね、本当ですね。だからそういった部分じゃね、地震とか、うん、台風、大雨もそうですし、今回は、ね、すごい大雨だったんですもんね、うん、すごかった、台風以上のあんな見たことないから雨ですよ、うん、で帰り次の日曜日の朝1で行って、6時の飛行機で行って、うん、でまあ、夜やってで、うん、一泊して次の日は12時帰ってきたんですけど、お昼のね、あのさすがね JAL 10分ぐらい住みましたよ、うん、10分ぐらい。これはねもう夕方になるのかなと思ったら、うん、たったの10分で遅れて、あ、飛ぶ時怖かったですよ、飛行機はね。あ、そうですか。うわー、雨で、あー、雨の中走ってた、雨の中ジェットにぶー行くんですね。もう雲の上出ちゃえば勝負ね、それまでなんでしょうからね。出ちゃうまでがその雲の中が揺れるんですよね。そうですよね。でも阿蘇ってのは本当に大観望とかすっごく綺麗で、うん、ですよね、開いてる時は ね心洗われますよね。これ大好きなとこですね。やっぱエネルギーが出てきてね、大地のエネルギーすごいですよね。すごい、火の国熊本って言われてるから、ね、いや本当僕はすごく好きなとこだな。僕も好きなんです。はい、うん、いいですよね。いいです、行くとエネルギーいただけますよね、うん、でたまに噴火するんですよ、まだね。なんかそうです、そうです、うん、そうなんですよね。あそこまだね、生きてるんですよね。生きてるんですよ、活火山なんですよ。そうですよね。そう、松本さんみたいな、ね、あー、僕もそうですね。活火山、活火山じゃないですか。あー、ボーンって言ってフーってこうなっちゃう、ね、なるほど、大事じゃないですか。いつ爆発するの。いやいやいや、まだまだ爆発するんじゃない。全然全然、うん、もう今年66歳ですからね。いや、松本さん年齢不詳だからね、関係ないですよ。もうとんでもとんでもない。確かに気にしてないでしょ、年とか。気にしてるんですか。そうですね、たまになんか誕生日になると、例えばフェイスブックなんかで、あ、おめでとうございますって言うじゃないですか、はい、あ、俺何歳、あ、66なんてと思いますよね。そうですよね、だって僕だって、うん、僕と松本さんが知り合った頃って多分僕40代50代50、僕と同じぐらいの時だと思いますけど。今社長いくつですか。僕今今年55になるんですけど。55か45だ、もう45本だったんじゃないですかね、僕。そうですかね、48ぐらいだと思うんですね。病気になって45で病気ですからね。あ、その復活してからですね。だから49か50ぐらいですよ。あ、うん、変わんないですもん、何にも。そうですか。そんなことないですよ。どんどん進化も何もないんでね。いや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 、やってることはものすごくパワーアップされてらっしゃいますからね。すごい。当然当然、まだまだ来てるで、レースも今年でね、うん、まあ、あの40年目になるんですけど。40年ですもんね、はい、社長とね、一緒に出させていただ、はい、ちょいたいね、茂木の。楽しかったですね。楽しかったですよ。まあ、鬼のようなことばっかり言いましたけど。全然。もうそのね、それがやっぱりレースなんですよ。あれ、楽しくてわーじゃダメなんですよ、レースはね。やっぱりある程度こう、まあ、勝負ですから、ね、勝負ですし、しかも極めパラとあるんでね。その辺はね、ある程度こう締めていかないと。いや、僕もいつもそうなんですけど、うん、今回のレースやってて、また僕4ヶ月ぶりにあの車乗ったんで。そうですよね、そうですよね。だからやっぱり気持ち的に負けそうになるんですよ、やっぱり。え、社長も、まあ、G も強いですし、速いですし、まあ、じゃあタイヤ変わって、うん、なんだこれみたいなとこあるじゃないですか、掴めないな、掴めないなと思って、うん、で今までもそうなんですけど、気持ちが負けるとやっぱダメなんですよね、守りに入っていっちゃうんで。そうそうそう、確かにね、そうなんですよ、守りに入るとレースダメだね。そうなんですよ、だから、うん、
ジョイタイとかでは松本さんであれにしても、うん、あえてこう厳しい鬼振りみたいなするのはですね、うん、負けないためにはやっぱりプレッシャーかけるっても大事な仕事なんで、いや絶対ね、それ絶対負けない負けない絶対いける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 っていかないと、うんうん、負けたらどんどんタイムって出なくなってくるんで、そうそうそう、不思議ですよね、うん、で社長またいいポイントついてるから、うん、言われるとそこを行くと結構タイム出てるんで、ね、出ますよあれね、早いですもんだって、あら27秒台普通に出してるみたいないやいやね、うん、社長に言われるとね、いやうまいんだまた、いやいやいや、そのコントロールがモチベ落ちてるの分かるから、いやいやいや、そこのとこキュッとこうね、うん、赤子の手をひねるっていうことだったらね、とんでもないです、でもそこにねもういいよって言わずに、うん、もう果敢にチャレンジしてあげるんで、うん、松本さんほんとありがたい話、いやいや、ね、好きだからね、やっぱり好きで、だからやっぱ40年もやってると思うんで、何歳までやるのって言われると、まあ、全然ですよね、乗りたくまでやりますよ、だ D ステーションの星野さんも多分同じぐらいなんですよ、うん、で今世界選手権ってロマン出てますからね、24、そうそうそ う, うわ、毎日10キロと雨でも何でも毎日10キロ走るって言ってました、いやすごいよそれは、もともとなんか、うんうん、なんかの、うん、日本代表なんですよ、アスリートなんです確か星野さんって、そうなんですか、だからそういったそのアスリート気質がある方なんでしょうね、うん、でもすごいエネルギーですよね、うん、大企業の社長さん毎日10キロ すごい、それはすごい、そうですね、まあ、そもそもねだって毎日スイミングでプールウォーキングしてるんですよ、ね、プールウォークですからね、なんかね、いやいやプールウォーキング抵抗なく歩いてるんですからね、もうねすごいですよ、もうでも行っちゃいましょうよ、もっともっと行っちゃいましょうって結構楽しいんですよプールウォークは、でも今年だってまだって秋に出るんでしょ、あ、そうそうそう、民事状態でしょ、2時間の、はい、あその前ですよ社長、8月10日筑波山とで、ああ、5時間耐久です、あれ走るんですか、走りますよフィットで、あ、フィットにしたんですか、したしたした、自分の車で走るの、自分の車で、誰とやるんですか、おぎね、おぎね見てる、おぎね、よろしくお願いします、MC じゃないですね、おぎね今回、MC じゃなくて、まあ走りながら MC やってもらってもいいんですけどね、そうなんだ、うん、おぎねと、あとはあの直政くんね、岸本直政くん、おあとは須田さん、アウディの関係のね、須田さんと、なるほど、ね、そんなメンバーで、それおぎねえのビータで走ったらガチガチで我々と戦いますけど、ってことビータが今度僕が運転できないと思う、多分できるでしょ、ねえ、もう直政君とかビータ得意のチームだ、あ、直政君は得意かもしれないですね、うん、うん、そうですよ、そうですよ、楽しくビットでね、ちょっと話してたかんでね、社長とはね、また一緒に、まあ、ある面的味方になるかもしれないですけどね、いや、松本さんが走るとき俺も走りますから、本当ですか、結構立ち悪くないですかそれ、立ち悪いですよで後ろに来てすぐ抜かさないで、ね、散々おらえて抜いていくんです、最後笑いながら、そうなんです、それ一番嫌なパターンですね、こうやってわざと懐中電灯とか持ってて、うん、横からパチ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 、いや最悪パチパチやりながらで、そのまた何周も何周も回ってくるんだ、毎回来るんです、すごくね、はい、いや立ち悪 いいな、それもいいかなと思って、まあそんな楽しみながらね、そう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 、真夏やりたいと思うんですけどね、はい、そうそうそう、もう時間まあ42になっちゃいましたよ、あらあらら、ちょっとね、うららさんの画像あります、社長の松永建設グループのデイサービスセンター、うらら岩月さん、これひとみちゃんが来てくれたんですね、ひとみちゃん、江中ひとみさんね、と七百も社長さんがね、はいはい、いいもんに来られて、で僕うちのフォーチュンワークスでね、ありがとうございます、イベントを開催させていただいて、いつもありがとうございます、うん、でこれ鈴木くんっていうのは今あれやってるの、ミキサーやってるんですけどね、腹話術もやるんですか、これね、ひとみんができるんですか、できるんで、うまいんですよ、キャンディーっていうやつなんです、あれね、あれがまた可愛いんだ、キャンディーが、うん、できますよ、こうやって、うん、こんにちはってんでしょ、やってみてくださいよ、こんにちは、僕キャンディーだよそれひとみんがねやるんだけど、うまいですか、うまいんだけど、もう最近普通に口動いてますよ、普通にそれできてないっつうじゃないですか、できてないんだけど可愛いからいいかなと思って、またひとみんが喋るの声とのキャンディーがまたマッチングしてて声変えられるんですか、ひとみんって、変わってる変わってる、キャンディーも、あーどうもこんにちはって言ってるんですよ、こんにちは、キャンディーちゃんです、これ何ですか、こんにちは、僕キャンディーだよと、もうねすげえ可愛いんですよ、でたまにコーッて寝ちゃったりと、キャンディーが、キャンディー寝ちゃうんですか、寝ちゃうの、赤ちゃんなんで、赤ちゃんなんですか、赤ちゃんなんですよあれ、へえ、うん、そう、まあそんなこともやっていただいてるんですね、うん、これ結構ねゴリチさんに喜んでいただきましたね、キャンディー、ありがとうございます、ほらこれ皆さんね満員ででしょ、いやほんとね松本さん来るのみんなねほんと楽しみにしてるんですよ、いやいやいや、もう演者さんたちがねほんとに楽しみにしてるんですよ松本さんのね、ありがたいですよ、ありがとうございます、こちらこそ、なんかリズム行くとねみんなこう作業やってるんですよね、いろんな折り紙折ったりなんかしてるんだけど、ちょっと手やめて、あらーってねこう手振ってくるんだけど、
なんかね、皆さん元気な顔見るとね、なんか嬉しいですよね。いや、それこそ演者がいるいないじゃなくて、松本さん来ていただけるだけでみんな喜びますよ。いや、もうそれって本当ありがとうございます。本当ですよ。松本さんのが来てね、一緒にこう話してるだけでもどれだけ盛り上がるかって話です。そういただくとね。いや、本当ですよ。本当そうだと思いますよ。 ありがたいです、うん、松本さんがいての演者の皆さんっていう感じですからね。あ、そうですか。本当ですよ。ありがとうございます。いや、でもね、あのスタッフの方もみんな優しくてね、このね、で石田センター長、うん、またいいキャラしてますよね、癒し系のね。アズリにもお世話になりましたけど。ああ、そうそうそうね、この間来てね、センター長さんね、お話しさせていただいて、2回に1回来させましょうか。あ、いいですね。あの不意に来るとなんかまた結構ね、気合い入るんじゃないですかね。ねえ、突発的に振りましょうね。そう、これだと途中僕お腹痛くなっちゃって喋ってて記憶にありません、何喋ったかって言ってましたけど。あ、本当。でうまく殺してましたよ。ねえ、俺も見ました、 V 見たらね。俺も心配になったんで全部見ましたよ。あ、本当ですか、本当ですか。うまくいってましたよね、なんかね。うまくいってましたよ。大したもん。え、なんかやっぱ緊張したんですかね、なんて。いや、緊張するんじゃないですか。あ、そうですか。じゃあ、味を占めてもう一回ぐらいやっちゃうじゃん。またぜひ呼んでください。ええ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次はまだありましたっけ、V が。V がね。あ、うん、これね。歌ってるじゃないですか。これね、ちょっとひとみんの歌を、あの、デュエットコールだったんで。何歌ったの？いちご街道っていうひとみんの。結構ね、こう、なんかあの切ないような曲なんですけどね。これを歌ったんですけどね。これのちょっと V ちょっとあったっけな。あんまり長くたらと、皆さん失礼なんで。触れ、ね、失礼じゃないですよ。もうフルコーラスお願いしますよ。フルコーラス。うん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 。V 出してくれるの嬉しいですね。ね。お。あ、これはキャンディ。キャンディはね、うん、あのご利用者様の皆様が大好きで、興味表ね、待ってたんだもんね。そうだよ。みんなとっても優しくて大好きなんだ。本当の口が置いてるんですよね。キャンディちゃんよかったね、今日ね。キャンディちゃんさ、今朝さ、なんか寝てなかった？あの松本社長の車の。もう寝ちゃったのこれで、キャンディこれが夢を剥がした。うまいな。いやいやいや、お忘れちゃう。優しい笑顔が映っています。あ、声いいっすよね。ありがとうございます。自己解像ってやつですね。もう終わりになっちゃうんですね。はい、そんな感じで。え、これエンディング？もう、え、まだ残ってるの？あと3分？ああ、いやいや、見入っちゃったよ、この。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、いよいよこう世の中に松本さんの作品を表に出しましたね、とうとう。立ち悪いよ、社長。一度つぶつぶ来ましたよ、つぶつぶ。よし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 。でもね、よしよしよし。いい歌だなと思ってね、ちょっと練習したんですけど ね、はい、なんかすいません。いや、いいっすね。いや、でも上手ですよ、よかったよね。本当ですか？声がいいですよ。なんか、ありがとうございます。結構合うような歌い結構ありますよね。いや、どうか。今度ピンでのやつ持ってきてください。やりましたよ、これね。ピンで。やったやった一回ね。それ。踊りと一緒にね。あ、いいじゃないですか。はい、見してくださいよ。あの、いよいよネタなくなったら、あの、始めますんで。そっから始めましょうよ、今度。マジですか？はい。もうそれが流れて、それから始まるって。ちょっと待って。歌手、高雪と。大好きの社長ね、ギタリストボーカルやってるんですよ。いや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 、俺はそのバンドも一回やりましょうね。あ、今度やりますね、この夏祭りがね、あるんで。あ、今度8月。そのちょっと僕ビデオ撮るんでやりますからね。とんでもない。なんかもう終わり？あと何分？早いな。残り1分ぐらい。あ、1分前だって。ねえ、ちょっとまとめなきゃいけないんですけどね。まとめなきゃいけない。まあ今回の一番の特番としてはね、社長のスーパー耐久第3戦スゴーランド総合優勝ということでね、本当におめでとうございます。うん、ありがとうございます。あとのチームの皆さんもね、本当におめでとうございます。ありがとうございます、ね、よかったです。そして、まあ、浦和さんがね、あったということで、はい、まあ、次回今度ね、なんだっけな、セーラームーンの方、あ、来ってる、歌っていただけるって話で、浅川さんが、あとサリーちゃんだもんね。サリーちゃんです、魔法使いサリーね、だん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 、はい、ですよね、はい、ハリクマハリクやんばれやんやんやん、知ってますね。知ってますよ。マハリクマハリクやんばれやんやんって、これ魔法のね、呪文ですよね。それも
もう子供の頃だそれで育ってますからね、まあ、そうですよ、サリーちゃんでね、サリーちゃんとね、あと秘密のアッコちゃんってありましたね、これね、あー、うん、これね、これでね、そう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 、あのコンパクト、コンパクト、何したっけ、はい、ひとみんそれっぽいじゃないですか、ね、あ、ひとみんこれ、あ、ひとみんそれっぽいんですよ、ぽいっすよ、あ、ちょっとそれ線でいきましょう、ね、いいじゃないですか、はい、はい、いやー、なんかもういっぱいになっちゃいました、時間が、時間が足りませんね、足りません、24時間必要ですね、はい、じゃあ、 あの24時間レース出なかったので、こっちの2週間やりますか、本当に最終的にはね、耐久戦ですね、耐久戦でそんな感じで、はい、所長今日もお忙しいので本当にありがとうございました、ありがとうございます、ね、本当におめでとうございました、本当ありがとうございました、うん、事前に向けてね、さらにまたいろんな仕事の方も、はい、そしてレースの方もね、はい、真面目に応援しておりますので、ぜひよろしく、はい、地に足ついて頑張ってまいります、ありがとうございます、頑張りましょう、はい、お互いに、はい、はい、それではね、時間がもう10秒過ぎましたんで、今日はお茶の皆さん、あの見ていただいてありがとうございます、ありがとうございました、熱中症気をつけてね、もう今毎日、ね、水分ですよ、大事なのは水分、水分絶対、はい、絶対水分で、またお会いしましょう、はい、はい、じゃあどうも皆さん、バイビー、はい、ありがとうございました、バイビー、バイビー、また来月ですね、月ね、よろしくお願いします、どうも。